今回は暑さ指標 WBGT というのがあるんですけど、それを参考にしろという話をしていきます。WBGT というのは、この温度、気温だけではなくて、気温と湿度と輻射熱、その状況ですね、そこの状況によって、それを、熱中症とかそういう暑さの危険を数値化しているこの計測器とかあるんですけど、それをチームで一つ、持って、それを参考に、活動してほしいなと思います。で、環境省が、ホームページで書いているので、その数値が28から31になると、もう運動かなり気をつけて休みを取ってやってくれ、そしてその数値が31を超えてしまうと、もうこれは外で活動するのは危ないよというふうに出しているので、その計測器を買って、それを置いて、それを参考にぜひやってほしいな、そして無理をせずに体を守るということをやってほしいなと思います。以上になります。